対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがサザングロスですね。サザングロスとラティハッサムライバル関係なんで、このバトルはもらっておきたいところ。ただ前回の動画で1700の番人を実は卒業したんですけど、その後、日をまたいでレートしたら余裕で2連敗して、またもや1700の番人に戻ってきましたね。で結構ポケモンの被りが、ポケモンの被りランドリヒエだけか、ランドリヒエだけだけど、ラティハッサムとサザングロスがちょっと似てるからそうだな。まあただどうしようかな。ドランの刺さりはなかなかでもないか。ハッサム出したいとこなんだけど、サンダーハッサムとかでいけばいいかな。ライボに関してはサンダーが焼きに行くでいいはず。でラストはラティカ、ドラン、サザンを考えるとリヒレか。ドランでもいいな。第一の地下とかあるから微妙かもしれんけど、でもライブ来そうっちゃ来そうですよね。ドランにしとくか。できますかね。はい、はい、対戦よろしくお願いします。あーでちょっとお気づきの方もいるかもしれないですけど、最近というか9月の終わりぐらいからちょっと彼女と同棲を始めて、そのせいで動画は一応撮れてるんだけど、生放送が全然できなくなってしまった。ただ僕ちょっと生放送やりたい欲求が最近凄まじいので、彼女を別の部屋に隔離して生放送をそのうち、近いうちにやると思います。その時はよろしく。でここは熱風で、熱風が一番入るんでね。で今のところそのなんだ、他のは僕ずっと一人暮らししてたんで10年ぐらい、久々に人と暮らし始めたんですけど、なんだろう、その他人といることに対する辛労みたいのは、今のところないんですけど、1個だけ気になる点があって、2日に1回ぐらいうちの飼い猫と彼女が喧嘩をするんですよね。ただこれはなんだろう、彼女が動物嫌いとかじゃなくて、むしろ猫のことが好きで猫カフェとかいっぱい行くような人間なので、そこは特に問題ないんですけど、なんだろうな、猫側がなんかもともと女を結構見下すんですよ。なんかこのライブ硬くてパワーなくね、なんだ、いいや、ね、プレンダーしたろ。引いてきたレヒレとかですかね。ここな、 Z とか飛んでくると厄介だけどさ、ドランが死ぬよりかはハッサムに死んでもらった方がいいよな。おハッサムバック。で猫がなんかもともと女を結構見下す猫なのに加えて、なんか結構家に他人がいるってことが今までなかったんで、瞑想から来たか。これは厄介だぞ。どうしたもんだろう。ハッサム残してあげて、これ残すのは不可能ではない。バルパンでちょっとでも削るしかないですね。ドロップオン採用の場合はかわしがあるから、やることはこいつを10万圏内に押し込むこと。最悪ライボにはドランが勝てますからね。ハッサムは10万打ってやればいい、迷わず。でマルパンで削って Z 打ってきたか。水 Z でしょうね。はい、でどこまで話しましたっけ。女を見下すって話か。そう、女を見下すのに加えてずっと家にいるので、なんか後輩の猫と思ってるっぽいんですよね。猫って日本語話すだけじゃないんで、本当のところはどうかわかんないですけど、なんとなくその態度とかからなんか後輩の猫を猫がいじめるみたいな感じになってる。この話なんか僕としてはまあ面白いんですけど、皆さん的にはあんまり面白くない話かもしれませんね。ランド、やべえ、終わったかもしれん、これ。このサイクルを崩せねえ。これ、選出が良くなかったかもな。スカーフなのバレちゃったからな。これ、サンダーが、ですよね。こっちが、こっちの選出予想が一応、サザングロス何か、ワンチャンランドかな、いや、ワンチャンライボ指導かなと思ったんだけど、ライボランドリヒエってのは正直あんまり想定しなかった。この3匹出してた時ラティが受かんなくて、ラティの再建だけで終わる可能性があったんだけど、ただ相手が結構ライボが耐久そこそこ打ったってのと、リヒレが瞑想型だったんで、ラティ出しても正直どうにもなんなかったかもしれないですね。ライボ、どこかに
ったらノーチャンスではないな、ニョーチャンスで言いそうだったけど、ノーチャンスでもないか。これデヒレがあんま S 振ってない方であればドランゴ上を取って DH DH でなんとかできる的な。あとさ、ミストフィールドがさ、もうそんな残ってないでしょだよな。だから毒毒を入れてバレなくもないか、ノーチャンスでもない。毒毒瞑想級はもうよし、 S 勝ってる。これはでかいぞ。最悪大地の味方にできるから、で向こうからワンパンされることはない。ドロポンプ、まあ、これはさすがに落ちないでしょ。ドランプも HP なんで、オッケーオッケー。とは言ったところで勝てるわけじゃないので、ここは守る。でひ、まあ、メザ氷で攻めていくのが理想なんだけど、ライボが NHP からメザ氷2回で落ちるかったなと。あとそもそもランドをワンパンできないと勝てないので、まあ、厳しいは厳しいんだけど、ノーチャンスではないですね。ちょっとハッサムが鎖気味だったから、まあ、ドラムも鎖気味だけど、今はドラムのおかげでなんとかなってるんで、選出でやらかした感があるけどな。まあ、というか一応だけど、ランドレヒレに対応できるようにこっちもレヒレを出すべきだったかもしれませんね。今更だけどレヒレ自体刺さったから相手のパーティーに。まあ、ただちょっとライボが鬱陶しいかなぐらいだったんで。でレヒレはもう倒せる、大地プラス地震で、大地プラス毒で多分落ちるんで OK として、できればこの大地で落としたいってとこだけど、まあ無理でしょうね。だからこれドロポンかわしたらめっちゃ美味しいんだけど、当ててきますね。もうドランが生き残るか生き残るんじゃないかで結構違ったんだけど、やっぱ生き残れなかったな。まあとはいっても、まあさっきみたいにノーチャンではないですね。ランドをワンパンして、かつライボの10万はなんかタイルっぽいので、さっきのダメージ的にはラン数も払うかもしれないけど、タイルっぽいのでランドをワンパンしてライボを2パンできればチャンスあり。あとは ランドがあれか、岩技だったらかわしがある。今のところドロップを2回連続当てられてるんで、岩技を外す可能性はある。水ザッパーで、まあ、まずここでワンパンできるかどうかの勝負。ワンパンできればかなりチャンスはある。ほら食らっとけ、よしワンパンした、いいぞ。まあそもそもライボがあと2回で落ちるかわかんないけど、熱風で半分入ってないぐらいでしょ。だから厳しそうっちゃ厳しそうだけど、まあ、サンダーを信じるしかねえ。さっきのが超低ランで、こっからコーラ2発とかでもいけんじゃないか。目覚めるパワー氷殺せ、落ちなそうですねこれは。でこれ乱数も絡みそう。あれも耐えたが、田辺サンダー電気タイプ最強かけた戦い、負けらんねえぞサンダー、ぶっ殺せ。よーし、よくやった、対戦ありがとうございました。これはなかなか熱いバトルじゃない。対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーが、うわー、わけのわかんねえポケモンが2匹もいんぞ。最近さ、バイバリア見たけどさ、流行ってんのかあいつ。どうなんだ。相手のパーティーに対して、初手サンダーから入りたいけど、エレザード。あいつ確かなんか乾燥肌みたいな特性でしたよね。あとなんかさ、破壊光線とか、あいつノーマルタイプが入ってるから破壊光線の火力が結構出たりするんですよね。ドランに打点がないか。あとランドも、まあランドは刺さってる、ちょ刺さってる。エレザード、ルカリオ、ガルトには強いけど、残りの3匹は微妙ですね。ミミッキーは今弱いわけじゃないけど、まあ、サンダーから入ってなんやかんやって展開がいいかな。サンダーハッサム、ランドロスとかでいいんじゃないか。悪くはなさそうな選出。これいきますかね。はい、では対戦よろしくお願いします。レザードってさ、あいつなんかさ、蓄電みたいな属性ないよね。乾燥肌ですよね。なんかそれ以外3パワーとかあった気がするけど、待てよ。これでなんかさ、なんか下降かけだったらやがってわかんない、一応調べとこう。これでなんか投げてくるかもしんないし。乾燥肌、砂隠れ、3パワー、砂隠れなんかなのこいつ。まあいいや、ここはポルチェンで。タスキだった場合はハッサムに引いてお茶を濁す。激流水技は死んでもらうハッサムに。
サスキですね。レイビーだったらね、ここ全然いいんですけどね。激流熱湯とかはまあ死にかけるからな。でハムスター、ここはかわせ、くーマシャーレ激流ですよね多分。あれも耐えたか。手裏剣ハスターの残す意味はあるんですけど、まあバレパンというか手裏剣と見せかけて水技だったら泣いちゃうもんな。最悪手裏剣だったらサンダーバックでいいけど、それを読んだ行動されることを嫌ってもう一発ドロポンとか打ってくる可能性はなかったですね。だけどそんなに悪い展開でもないか。これ相手のパーティー電気に関してるし、月光がされ倒せばランドの通りもなかなかなんで、ここボールチェンから入ってランドロスにつなぐっていう展開でそんなに悪くないはず。月光が一応残してくる可能性はあるんですが、引いてくる場合はギルガルドとかエレザードだと思うんですよ。だよね。だからここボールチェンからランドロスっていうのはかなり有効っちゃ有効。有効とは言ってもランドロス投げちゃうと月光がに殺されそうだからな。だからここはトンボ返りを押すかどうかだけど、トンボ返り押してもいいかもしれませんね。相手のパーティー結構炎技の通りがいいんですよね。ギルガルド、バイバニラ、ルカリオ、そしてエレザードもあいつで乾燥肌でだった場合に一応はい、ああ多分違うな、これわかんないけど、それは大したいないでしょ。こいつハイパーボイスなんか覚えんだ。まあね、乾燥肌かもしれないけど、なんでも落ちるな、弱っ。こんな耐久ないのこいつ。でラストが炎弱点の場合にこう熱風を押してしまえばかなり有利取れるんで、熱風押していきましょう。メザッパは逆に半銀が多いからダメだよな。電気技は悪くないけど、まあでも何が来ても熱風でいいか。とりあえず熱風でレザードを抱きつくしての、これで月光ガンも倒せるでしょ。ラストがルカリオだった場合にも豪華の一脚してほぼほぼ勝ちのはず。あれ待って、ルカリオって熱風で落ちないのかな。控えめブッパのサンダーの熱風だったら落ちるんじゃない。ルカリオランドに引く意味はあるはあるけど、身代わりとかされる方が最悪ですよね、熱風で。確かズブトイサンダーの熱風でギリ落ちなかったようなイメージがあるんですよ。だから控えめブッパのサンダーの熱風だったら多分飛ぶんだよな。すいません、ダメージ計算ガバだったら申し訳ないけど多分飛ぶ。当てる、偉いですね。だよね、強い。サンダーが殴ってるだけで勝てるゲーム。であとは熱風外しの可能性があるんで、一旦ランドロスに引いてって感じかな。まあ今のは僕がなんか一回ランドに引くことを想定して見返りとか押したかもしれないから、まあ熱風押しててよかったですね。あとルカリオがサンダーワンパンってのは基本できないんで、でランドロス投げてのズシュリゲン、まあ、これはオール急所でも多分サンダー落ちないので、急所2回ストップだけど、まあまあ関係ないですね。でここはもう地震で勝ちと、まあ、ランドを殺されますがサンダーで殴って勝ちなんで、デッドビーム、はい。なんか最近激流のやつでもレイビーを採用するパターンまあまあ増えたらしいです。なんか結局マンダに打点持てるのが強いみたいな、なんかもうそこまでやるなら変幻自在で使えようと僕は思うんですけど、またやっぱでもタスキゲタイプ激流発動っていうのが強いのかもしれないな、スカーフポケモンとかに対して。ここは10万ポイントで手裏剣、まあ、これはさっきも言って多分オール急所でも落ちないんでほぼほぼ勝ちでしょうね。結構当ててくるな。3回、お頑張りますね。4回、これオール急所だったら死んでるかも。まあ嘘をついたかもしれないけど、勝ちは勝ちなんで許しておくれ。対戦ありがとうございました。Thank you.